とあの本当に赤字になるようだったら、うん、ちょっといる意味がないのかなとは思ってます。あの営業の上川さん、人と話すのが苦手すぎて店長になってしまうとかすぐそうなっちゃうんで。どうなんです、大変なの仕事？うまくいってないですね。やっぱ数字の面と管理の面でもそうですし、職人なんか無理なの。海君は後よ、そんな甘い世界じゃないよ。職人管理ができんやつが職人なんかできるわけねえぞ。俺お前のその取り柄あると思う。その取り柄を使うような仕事をさせたらって海君とも話して、いろいろ考えたんですけど、できないかな。できないかな。できない。できない。あ、そっち。結構厳しいけど。話が全然変わったな。はい。話が全然変わったな。あ、まあ。ちょっと緊急でカメラ回してみた。はい。え、すごい発覚した。何？神川か？あの営業の神川さんが。泊まりに来ると。はい。で、今日はドバだけど、昨日始まっちゃったよ、これ今日なんかターさんとドバってなってて、あ、ドバ作業した。で、昨日は多分カンタさんと現場出てるっぽいんですよね。現場出てるの？昨日はカンタ君じゃない。僕はさっきと同じこと聞きますか。はい。なんで、あいついきなり足回り行ってんの？今、まあ、近隣挨拶とか、点検とか。髪型いいね。しかもさっきと喋り方が違う、めちゃくちゃ感じになっちゃってさっきみたいに喋ってよ、ね、なんで職人化したの？なんで結局近隣挨拶が、まあ、ちょっと人と話すのが苦手すぎて、うん、で結局その、うん、まあ近隣挨拶とか、まあ、ちょっとそのご近所とかちょっとずつ回っていくじゃないですか、うん、で結局せっかくやっと人に会えて話できても、まあ、録音させてるんですけど、うん、すぐあ、どうやって喋ってるか。あ、そうです。で、どういうとこ直さなあかんとか、ああだ、こうだっていう話で録音してるんですけど、うん、店長に確認しますとか、すぐそうなっちゃうんで、うん、結局自分の知識がなさすぎるんで、現場に対してとか、なんで、ちょっとまあ一回足場、うん、で、まあ順番にちょっとシールも2日とか、塗装も、うんうん、まあ、本当はもうちょっと人現場ってやらしたいんですけど、うん、一応足場からまずスタートで。うん、一応でも本当に、はい、わかりました。じゃあやめますとはならなかったんですか？ならそんなこと言うんだったらやめますとか言ってならない。あ、ならないですね。でもなんか、みどりちゃんとさっき喋って聞いてたのは、なんか前からちょっと足場をやりたいみたいなことを言ってたっぽいらしくて。できんだろ、あいつ。で、自分なんか。あ、何のたらんぞって、お前足場とかだ。自分なんか YouTube 見てるからやっぱり。特殊なんだよ、あいつら。気が信じればいいですけどね。それが怖いですよね。そうだな。まあその辺は一応神田君には連絡して許可もらって、その時に、はい、一応まあ無理だけはさせんでっていう、その、まあ、急に暑い時期からのスタートなんで。熱中症になっちゃうとね、ちょっと行ってこうか、じゃあ、どまれほんと。取材に。なんか、タワさんと、塗装さん、タワさんと。なんか、やっぱ外の音がでかいからなんか作業音は聞こえませんね。そういや、SNS 勉強会の、はい、今ちょっと話題になったんですよ。大阪、名古屋、東京。あ、もうちょっと声大きめで。大阪、名古屋、いや、中に聞こえるから。大阪、名古屋、東京でやるんですけど、はい、講師さんとか10万人超えみたいな、はい、インスタとか TikTok とか、そういうと、まあ、講師だけじゃなくて、なんかコラボとか、まあ、そういうのをぜひ募集してます。建設、どういう人を募集してるか、建設業とか、まあ、企業チャンネル。建設業だけじゃなくて。個人じゃなくて、企業で。企業チャンネルでビジネスにこう、活かしてるよっていう SNS をやってる人と、まあ、コラボしたりとか、まあ、講師やってもらったり、いろんな、まあ、絡んできたり。タワさんだ。タワさん。え、買ったのにね。タワさんしかいないとかある。ドバってなってたと思うんですけど。神顔。神顔。抜けた。抜けた。なんか誰か電話かかってきて、もう行っちゃった。え？そういうこと。そうか。わかるか。不発。あ、それはいい。はい。今どこにおんの？あ、今、リュウジさんに頼まれて、今、材料を取りに行ってます。
あ、そうか、どこまで行ってんの。今、か。はい。で、それを今、現場に届けに行くっていう感じで。あ、現場に持ってかなあかんの。はい。何を持ってきてきたの。なんだろう。ちょっとよくわかんない具材になってます。ああ、制御とか。はい。あのね、もうドバに何時戻ってくるの。ドバは、7時頃には戻れるかと思います。ああ、そんな時間か。はい。あ、何かありましたか。いや、動画でも撮りに行こうかなと思って。なんか、海君に言われて今、なんか足場手伝っとんだろ、今。そうですね、今。ああ、ちょっと見に行こうかなと思ったけど。はい。どうなの、大変なの、仕事。今電話喋っとって大丈夫なの。あ、今は大丈夫です。うん。何、はい。大変か。あんまうまくいってないか。ちょっと、うまくいってないですね。何がうまくいってないんだ。やっぱ数字の面と、管理の面でもそうですし。現場の管理、はい。現場の管理何が思って。やっぱり一個、一個集中しちゃうと、もう一個忘れちゃうっていうか。そういうこと？はい。その、一個。なんか、それ重症だぞ。一個でも人間って誰でもそうだろう。一個集中すると、ノートとか使ったり、その、ポストイット使ったりしてないの？あ、ノートは使ったりはしてます。うん。それ一個一個消し込んでいくだけじゃん。それができないの？あ、いや、そういうわけじゃないんですけど、やっぱ忘れちゃうというか、その、なんか、さらっとこう頼まれたやつを忘れちゃいがちというか、こう、会話の中で、こう、さーっと言われたやつとか。さーって。あ、ほんで、メモをするの忘れたりするんだ。はい。あ、それで怒られるんだ。突発的に言われたこととかですかね、やっぱ。あ、それを記憶もなくなっちゃうんだ。はい。だからちょっと正直、ちょっと河合さんも自分があんまり管理に向いてないんじゃないかなって多分思ってると思う。営業と管理。で、その足場シーリング塗装の中で自分の向いてるやつを、まあ、探してきてくれっていう意味も込めて、その今のこの期間があるのかなと思って。いや、それはないぞお前。あ、それはないですか。いや、もうお前は向いてないと思う、その管理営業は。結局自分の知識がなさすぎるんで、現場に対してとか。なんでちょっと、まあ一回足場、うん、でまあ順番にちょっとシールも2日とか、うん、塗装も、うん、もうお前は向いてないと思う、その管理営業は。管理営業は正直向いてないと思ってます。で、お前職人なんか絶対無理だぞ。ああ、はい。いや、もうそれ無理だと思ったらもうやめろよ。ああ、はい。いや、じゃあ河合君は、お前今日事務所で喋ったけど、ちらっとたまたま、なんであいつ神川芝居って言うんだよ、はい。まあそこで現場を覚えることで、まあ管理がしっかり多少でも覚えれるんじゃないかっていう意味でやらしとるって言ったけど、だってもう職人なんか無理なの、かいくんわかってる。そんな甘い世界じゃないよ、職人は。はい。管理ができんやつが職人なんかできるわけねえぞ。やめたいんか。ぶっちゃけどうなん。いや、やめたくはないです。ぶっちゃけ、やめたくはないんですけど。なんか言ってることがわからんな。まあ、頑張ってはいきたいんですけど、はい。頑張ったらで、そんな忘れぐらい治らん。やっぱ頑張ってもできることとできないことがやっぱあるのかなって。その言われたことを覚えとるのなんかできない、ね、メモ取るとかのレベルじゃないの、これ。それって努力で治るもんじゃないの。はい。うん、それができないってことは なんでなんだろうなって思うんだけど、向いてると思ってるのか向いてないと思ってるのか、そのどうなのかな。その今の心は正直、うん、その数字もできない、あの金利挨拶から一件もまだ取れてないっていう現状もあるし、うん、向いてないとは思ってるんですけど、自分ちょっとあの本当に赤字になるようだったら、うん、ちょっといる意味がないのかなとは思ってます今、うんうん、現段階では。ただ頑張っていきたいっていうのはあるので、うん、はい、うん、よろしく。わかりました。はい、お願いします。あ、じゃなんか喋ってたじゃん。逃げ腰になっちゃってるな、気持ちがな、結局な、多分な。今やっぱ2日目3日目ぐらいで現場が楽しいってなっちゃってんじゃない、まだ生半可な気持ちで現場がそこまでしんどいってなってないわけじゃん。ああ、だから
で何営業はその何やっぱ金額とか、そう、それで悩みがあったけど、現場言われたことやってるだけだから、今のところまだ指示を受けるだけだから、こっちが楽だなっていうので逃げ押しになっちゃってるのもあるんで、ね、汗かけば結果が出てくるからな、現場、うん、研修みたいな感じやで、それを優遇されてるけど、そう、職長、じゃあ職長として言ったらダメだけど、そこにまだ気づけてないっていうのもあるかもしれないです。そういうことだろうな。なんか川合君が現場でお前がなんか適性があるとこ見つけてこいって本当に 思ったんだからな。まあとかってなんか本当にあの変なやつではなさそうじゃん。悪い人ではないと思う。本当に本当そうだよな。川合君まあよく面倒は見てんだろうけどな、川合君も一生懸命あいつを見出したろうと思って、なんか川合さんすごい考えてた感じだったですけど、今日、まあ、あいつがそこについていけてないからね、多分もう折れちゃってるから、頑張りたいですって頑張ってないから言われてんだろうけど、お前頑張れてねえよって言われてんだろうけど頑張ってるつもりなだけだよって、そうそう、つもりなんだよね、今までの自分の上司持ってきて、まあ、自分をちょっと美化しすぎちゃってるみたいな感じですね、そうそうそうと思うのよな。だってそうじゃん、だってリュウジに言われて材料屋さんとに行ってで現場に持ってくる、それって頑張ってないじゃん別に、うん、それめちゃくちゃ頑張ってナビとか準備して2個ぐらい携帯回して一番最短ルート見つけて少しでも早く持ってこうって考えたら分かるけど、だって何持ってきてって言われたのって言ったらよく分かんないやつですよ。でじゃあ頼むときよく分かんないやつくださいって言ってんのってなるよね。電話しようでしょ、リュウジが電話して取りに行かせるんで、そういうこと。でもまあじゃあそうなったら、じゃあもうここにドバこの前のドバ G じゃないけど、そうそうそう、もう言われたことやるだけの人間でいるくらいになっちゃう、ね、そう本当にそのレベルだよ、ね、ここに残すってなったらドバジーやるか、あいつドバジーやせるか、ドバで来たお客さん対応、ドバにドバに、別になんかドバジーとかジーかニーはどっちでもいいんですけどドバ長とかでいいんですけど、長じゃないけどな、ドバの人、ドバの人取材置き場、でも何か今一番それが最適な なるかもしれないよね。そう、ちょろっとしか使わないし、なんで、はい、外国の話したの、あ、しました、うん、で、あ、いいよ、まだ聞いていいよ、声かけろ、はい、まあ、金額の割合としてファンが緑点で、ファンも足場ぐらいの感じでやっていけたら、うん、話し合いをして、あ、給料の話か、はい、給料の前に自分の中でそれはいいよ、そのお前営業やりたかったんだろ、あ、まあ正直自分好きで来てるんで、そういうここの会社が、こんなやつか、はい、もうあとで十分だろ営業にこだわらなくてもいいの、全然大丈夫、あ、そういうこと、全然どういうこと、違うよ、営業で仕事にしたってそんなにパッと変わるんだよおめえ悪いやつだな、ほんとこの会社が好きだから、まあそうですね、いや、そのなんか今だけ焦ってわってなんか就職が困るからこの捕まっとるだけなのか、本当にこの会社でね、どんなことでも自分のもう俺お前のその取り柄はあると思うよ、でその取り柄を使うような仕事をさせたらって河合君とも話して、まあ、それがこういう形だったらちょうどこっちも人困っとるもんでいいんじゃないって話をして、ただ本人の気持ちはどうなんだろうねって河合君って話してね、で俺困っとるんだわ、はい、まあ生き残れる道があるから生き残れる道別に道ってないよ、何万個とか会社があるけど、俺はこの会社しか選べんけど、お前は別に好きな会社行けるわけだぞ、そのある程度考えてお前がそのものを発し知っとるのが、考えずになんかあってなんかもうこれやんなきゃやめさせられるみたいな感じで焦っちゃってるのか、どっちなのか、だったら一回もうちょっとちゃんと考えた方がいいんじゃないの、はい、考えた方がいいんじゃないの、うちで残るかどうかも含めて、いや、やめさせてくれ言ってんじゃないよ、はい、いや俺が一番困るのはこの今これ焦っちゃってやって3ヶ月半年でやめちゃうことが一番嫌だから、やめさせてくれって俺言ってんじゃないから、あ、まあ、残りたいっていうのが大前提にあるんで、なんで、はい、なんで、いやー、なんか好きなんですよね、この会社ってさ、それじゃどうなれよただ営業管理がちょっと好きなんですよね、どういうこと、営業管理がちょっとあんまり向いてなかったなって最近ちょっと思い始めて、何が向いてないですね、まあなんか常識がないというか、常識がない、はい、
ったよ、お前に。はい、全然お前それ、俺に言うことじゃねえだろ。調子ないです、やめて。ちょっと、ちょっと。何だ顔は…何見てないのかな、今から。あと、可愛さみたいにうまく切り返せないというか。もういいんだろ、お前。お客さんに。お前何年目だ、入って。何件ピンポンして、何人と喋ったの、お前。わかんないです、結構。結構だよ。うちの会社入ってないって、なんか数ヶ月だろう。はい。まあ、結構と、結果出してる人って、どんだけやってるか知ってる？何万。そりゃそうでしょ。何十年も仕事するんだから。そう、お前、半年はそこはね、僕向いてないって、言わんほうがいいんじゃん。ちょっと笑うな。自分の悩むとこは違うんじゃないかなと思って。ああ、はい。まあ、生き残れる道があれば生き残りたいな。うん、まあ自分としては正直まあ、本当に給料以上のことはしたいんで、赤字社員でずっといるのはちょっとしんどいなって思ってたんで。で、僕は考えたいのはそこ考えたいの。はい。まあ、正直この作業でプラスになるのかが。いや、それって全く考えることじゃないんだよ。ああ、まあ一生懸命やれいいや、目の前のこと。そういうお前みたいな性格で俺大嫌いだよ、ほんと。それただの言い訳だから、お前は。俺は赤字なのか黒字なのかとか。てめえのことだけ考えると誰だろうですよ、お前は。別に相手のことは考えてねえや。相手のことは寝ずに働けやじゃん。朝一人1時間早く出て、お前1時間後に帰ってて、お前夕方6時からお前毎日8時9時までお前ピンポンしていいやよ。一生懸命ピンポン押したんかじゃん、お前。お前結果出したやつみんなやっとるぞ、そんな。当たり前に。で、お前の当たり前がレベル低すぎるねん。で、それが会社に迷惑かけたくねえとか、何かけたくねえとか言うなよ、お前。てめえのこと考えるのダメだろ、別に。どうだ？そっち求められてるな、ちょっとやってみたいな。ん？無理して言わんでいいぞ。自分で決めろよ。いや。やってみたいなと思います。いや、本当、本当、まあ、別に無理して、今日決めんにいいよ、マジで、本当に。なんか俺も言わしたみたいな、マジで、お前も思ってほしくないし。いい？どうぞ。すいません。おはよう。すいません。おはようございます。今日は、どうやって話してんの？話したんですけど、やっぱ、ちょっと。いろいろ考えたんですけど、できないのか。できないかな。できない、できない。あ、そっちなんで。まあ、正直、まあ、お金が結構厳しいっていうのが。お前って今の給料ですか。はい、まあ、そこがまあ9割ぐらい占めてます。もともと来たんですか。はい、前の会社なんでもう給料安かったから。安かったんですけど、その分家賃とかも一人で生活してたんで、自分も、うん、だからなんとかやりくりとかできたんですけど、うん、ちょっとやっぱ3人で暮らしだすと全然ちょっと足りないっていう。そう、働いてない。あ、まあ、働いてはいるんですけど、うん、正直かなり厳しい。話は全然変わったな。はい、話は全然変わった。あ、まあ、まあ、仕事内容的にはかなりこう自分が生き延びれる道とか見つけてもらったりしてすごいありがたいんですけど、正直生活できないってなるとちょっと厳しいかな。生活できないはいいんだけど、まあ、なんでその話が 1.2.3 でしょう。はい、これはその金の話はしなかった。あ、まあ、金の話はしてないんですけど、まあ、なかなかしづらかったっていうのは。だけど次行ってこういう給料もらえるとかあんの。あ、まあ、そう。何やの、工場とかで作るか。いや、測量。測量？はい。測量って？トンネルの測量とか、そういう資格は持ってるんで。すごいね、これ。そう。なんで、それを、土曜日？土曜日の夕方、話して。いや、あなた一回喋ってんの？あ、そう。やりたいってなっとったの？あ、芝の言ってた。やりたいにはなったんですけど、ちょっとやっぱ、企業的なこと考えると、ちょっと今後続けていくって考えるとかなり
今の生活ではマイナスマイナス。じゃあいいんだけど、それはお前だって前の会社からうちに来た時って営業やりたい、はい、給料それでもな未経験じゃないけど、まあちょっと上がって前の会社よりちょうどお前入って別に給料下げる話はしてないわけだよ。会計もしちゃうかなと思ったけど、厳しいな。最初はそうですね、その募集の時の金額っていうのからは、かなり、なってて、まあ、節約者できるかなと思ってたんですけど、なかなか。じゃあ、お前の生活はどう興味ねえんだわ。生活できるかどうかみたいな。お前が辛抱しないでいいよ、そんなことは。お前、前の会社より上がって、営業やりたいに来たわけだろって。あ、まあ、そうですね。営業できたら。うん。で、お金が問題じゃなくて、営業、自分がこういうことをやっていきたいからって来たわけだろ。はい。だろ。ほんで、お前、今度、じゃあ、どこやるかと。最初はやりたいと。まあ、今は。僕がこの会社に残れる道があればやりたいですと。で、急にお金の話って、お前、話が全部おかしくねえかって言って思う。え、やりたいにはやりたいんですけど、やっぱ、究極考えると生活。やりたくないからやめるんだろう、お前は。誰がやめろって言っとんだ、こっち。いや、正直、やりたいにはやりたいんですけど、で意味よ、で辞めるんだろう、じゃあ仕事もできんやつがお前金だけ欲しいって何を言ってるんだ、お前バカなの。お前そういうとこだってコミュニケーションができんとかそういう問題じゃなくて、その足の上で全部喋っとるんだと思うよ。俺カエ君にはこういう、俺にはこういう、でこうやって言われたらこういう、やっぱり悩んだらやっぱ辞めよう、もう辞めようって言ったらどうしよう、あなんかやっぱり僕そういうのやりたくないって言えない、じゃあなんて言おう、お金の生活って言おうと。でそんなもんと思うよ。まあ正直やりたく、やりたいよ、やりたいんですけど。じゃあやめるんだろう、でも、まあ、生活のことじゃあお前がそう思い込もうとしとるだけでしょ、別に。ただただもうそうやって言ったら、まあ、あそうかそうかって言うと思った。で別に俺やめるの全然問題ないんだよ、お前が。だってもう一回考えろよって、無理してやんなよって俺言っただろ、この間。いやもうやるって言ってたんだよ、俺もね。まあ、本当にいいんかって、もう一回考えた方がいいんじゃねって。会見に言われて、お前無理してやるんじゃないのって。聞いたよな、俺、はい、その話を土曜日の夕方に、まあ、その話も出たんですよ。で、正直、全く一緒のこと言ってます、もう、そっくりそのまま、家庭のことは正直関係ないし、俺もその20代前半って、正直16万とかで、うん、日当6000円とかでやってたんで、うん、その頃はもう、ね、奥さんに相談してても、うん、もう住むところだって、今、7万円か8万円のとこ住んどるか分かんないですけど、うん、市営住宅とか入って3万5000円とかの。家賃に落とすとか自分の生活水準そういう風にしたらそういう風になるじゃないですか。うん、それを仕事の、まあ多分そうだと思うんですけど、仕事を理由にそこはもう俺言い訳だとしか思えないんで、うん、で今仕事もできん状態で、じゃあやらせてもらえる業務を他に探してもらっとんのに、そこで給料交渉してくるのはお前違うんじゃないって。でも交渉してくる、まあ交渉って言ってる。交渉っていうか、まあその給料の生活ができないって、じゃあ上げたらやれるのかっていう話をしたいのか何なんだっていう話をしたんですよ、うん、で最初に入るときに、いや入るときはちょっと下がってますって、お前今まだ研修期間でしょって、それまだ3ヶ月、まあ半年があの使用期間という形でやって、その段階で今のお金の話しだしたらまあおかしくないかっていう話もしたんですよ。全然下がるんだ、やめたいのか、給料頑張ってやったらちゃんと上げてくださいって、どっちの話をしたんだ。はっきり言ってくれたらいいって、お前は別に言いづらいなんか俺どうでもいいんだよ俺、まあ、現地で何が欲しいっていうのが、現時点何で やりたいのがまずやりたくないのちょっと現時点はどう、まあまあ一回その次だろ、やりたいかやりたいかやりたくないか、お前やめたいって言ったやん今だろ給料上げてやりたいんです、でももう測量をやりたいんです言ったよな、まあ、じゃ意味が分かんない、お前と会話の会話ができんのよ、僕も聞いた同意されたのは、結局その資格があるから測量の方へって言った時点で、もうだったらそれ考えとんだったらそっち行けんじゃないって、うん、止めもしないしって、うん、もう行った方がいいよな、だからそのもうだから仕事の内容云々よりもそのもうお金だけで見とるんだもんで、うん、俺1年後にお前辞めるならお前も損するし会社も損するから、もうだったら早めに辞めなって言ってね、いいこと言うね、はい、はい、あっさりメタメシスみたいな、いやな、まあ、自分は今、まあ、スクリオンの方で、うん、考えております。だったらもういいよ、大丈夫かな、はい、うん、でこうやって言ったらああやって言う、ああやって言ったらこうやって言う、野球では今上げてくれたらとか、別にお前2点3点しとんの、お前何予想も決まったんか、
いや、決まってないです。今からそれです。それで給料がいいって何でもあった。はい、何で給料がいいって。あ、まあ、軽く調べるから募集の金額ってこと。はい、私が調べることが分からないのか。それも話して、結局それで最近その資格を持ってれば27ぐらいからみたいなのができたんですけど、まあ、ちょっと厳しい方かもしれないですけど、うん、仕事できんやつ別に資格持っとったって穴もなくだやでねって話して。お前ら本当に穴いんだってマジで考えながら。でも点々点々して会社が悪いとかあれが悪いとかこれが悪いとか自分のせい一個も見つけんとちゃう、はい、俺本当に俺考えながら甘いと思うけどな。なんか会社がしてくれるもんだと思ってる。お前もらって なんだろう同じ動画使ってほしい。使ってください。今の時代は何なんだって何なんだじゃあ本当に思うわ。なんかお前が人の保険者みたいなさ、あの時間人を散々奪っとったらって本当考えましょうよ。どう言っても考えないと話してずっとそうやって会社辞めてきたかもしれないけど、辞めてきたんだろうこれは僕のあれじゃない、これは僕のあれじゃない、やっぱ俺は職業だで気づいたらもう50歳だって生まれてるんです。で思い出せ50歳になってあの人にあの時言われたわって、結局俺に根性がなかっただけだったわって。あっありがとう。あ、頑張れ。はい、いいぞ。あ、はいはいあ、いいでしょ、はい、あ、手続きからだけ。久しぶりだ、もう一回言われましたねちょっと喋る隙間なかった。いや、俺一回会ったの。あ、そうだ、動画撮っとうか。今でしょ、ちょっと撮ってもらった来たらどうなったの。何やるって言ったのね。土曜日だって3日前ですよ。視聴者の皆さんの話はドバジー兼現場からのところね、まあ、もういい条件でチャンスもらったなと思って僕が言いました、うん、で、俺もやりたいと。僕はこの会社のグレーに違うんだったらやりたいんです。でも本当にもうその場所みたいなね、全ては。で今度はお金ですと、お金に困ってますとか最初その意気込みでその、まあ、こうやって与えられて、でうちの会社って結局、まあ、普通の塗装屋さんだったら、うん、例えば、まあ、江藤塗装っていうところ就職したら、うん、塗装の仕事できないんですって、もう辞めるしかないじゃん、うん、うちの会社って結局そうやって他の部署とかで、ね、チャンスはあるわけじゃないですか、うんうん、で今回そのチャンスがあるしっていうので、でもなんかわがまま仕事できんのにこうしたい、あしたい、あれしたい、ちゃんとすいませんでしたの一言もないじゃん。俺いやもうね、すいませんでした、迷惑かけました、みんな時間奪ってってないけどさでこっちの時間3分ぐらいあったらあしたいです、こうしたい、もうお客さんなんだよね。あしたい、こうしたい、僕はこうしたいです。本当あるだろうね。まあ、大勢さんちょっと難しいで上手にチョイスしてくださいすいませんけど大勢チョイス使えるところとちょっと難しいちょっと難しいところですけどめっちゃ使うなんか動画だと重たなるじゃん。別に俺最初から最後まで見とれば逆にいいんだって。だけど途中しか見せんで、でも難しいんだよね俺本当に、ちょっときつく見えるなとか、ちょっと最初から重い空気なわけではないけどだんだん重くなっていくからね。そうそうそう、まあ、使いこの面を使いたいし使いたくないしみたいな、まあ、ちょっと会社のリアルっちゃリアルですリアルリアルリアルでいいんだけど。うんこしたい、うんこしたい、今うんこしたい、うんこしたい、うんこしたい、頭から。ちょっとじゃあ一言二言だけちょっとじゃあ締めといて。はい、じゃあ今日は河合さん締めで。ちょっと見て、もう顔が恥ずかしいになっちゃう。だから誰が一番恩恵受け取るって塗り替え道場の営業マンなわけでしょ、仕事が来て。そうなのに、ね、協力できない、自分が簡単に趣味でやってるみたいな。はい、はい、何でした、締めを一言二言で締めをって言ってました、ね、どうまあちょっとね、っとまあ重い感じになっちゃったけど、そうです、ね、今日はちょっと最後が、うん、まあ結構話はしとるもんで、あ、話はした上でね、彼とそうそうそう、なんかまあ辞めるっていう方向で考えるんだったら、もう正直今日本でいいよって話をしとったんだけど、あ、そうなんです、うん、まあね、急にお金の話に変わっちゃったもんね。
けじゃまだその段階じゃないよねっていう重い話になりました。はい、はい、すいません、ありがとうございます。恥ずかしそう、本当に恥ずかしいよ。もういいよ、もういいよ、閉めて、みよちゃんが、じゃあ また見てねで最後。すいません、すいません、すいません、もう他人すぎ、はい、また見てね。恥ずかしそうすぎ。